イオンモール、森岡南は、岩手県森岡市の森南開発地区に立地する、イオンモール株式会社ウニエヌモール型、ショッピングセンター。地元では主に南イオンと呼ばれている。SC 敷地面積74,684平方メートル。商業施設面積57,220平方メートル。駐車場収容台数は約2,400台。 都市再生機構による森岡南新都市と地区核整理事業、いわゆる森南開発が進む森岡市本宮の将来性、豊かな地区で一体の商業の核を担っている。国道46号、森岡西バイパスとシンボルロード、森の道が交差する一角に位置し、森岡駅西口と森岡南新都市を結ぶ森の大橋から南に約 1km ほどの距離にある。 また、北西に 4km ほど離れた前潟地区には、イオンモール森岡が立地する。ショッピングセンターの構造は、地上4階、地下1階建てに各1モール形式で、2006年9月の開業当初は、森岡南崎とサンデーの新業態店舗を、各テナントとしていた。なお、サンデーは2009年2月22日に撤退した。このうち森岡南崎は、 2006年3月末に閉店した三本流の店舗からの移転という見方もされているが微妙な表現ではあるものの新しくなった森岡南さき誕生と謳われているように再生した株式会社マイカルによる第1号店であることに加えて 4SC への初出店となることから新規移店の構えを見せる。先を運営するマイカルの新規出店は 経営破綻前の2001年1月以来5年級、ヶ月ぶりとなる。商業施設面積でイオン森岡 SC を抜き、岩手県最大級のショッピングセンターとなった。イオンモール森岡との間違いを避けるため、広告などでは南の文字が大きく表示されている。2006年10月には、東 SC とイオン森岡 SC との間を連絡するシャトルバスが運行されていた。 東 SC の各テナントとしてマイカルが新規開店した商業施設。マイカルにとって会社構成後初めて開店したサティであり、初めてイオングループのショッピングセンターに併設されたサティでもある。2011年3月1日にイオン森岡南店に改唱された。東 SC にサティが入った経緯としてイオン森岡ショッピングセンターにジャスコ森岡店が 各店舗として出店していたことと、下記で説明する旧森岡南、サティの実績において27年間の実績がある、ためである。また、イオンモール森岡の案件が当初は、森岡サティを核とするマイカル森岡が出店する、予定であったが、マイカル破綻により、イオンに移ったものである。なお、東 SC の森岡南サティが開店する前に、岩手県市和郡と南村三本柳に、 同名の GMS 店舗が存在した。1979年3月に株式会社東北日位が日位都南店として開店し、その後日位森岡南店を経て森岡南先と解消した後、マイカルグループ破綻前にマイカル本体が経営権を譲り受けしたのを経て2006年3月31日に閉店した。その後、建物は 約3年間放置されていたが2009年春から夏頃に解体。跡地には、ケーズ電機新森岡南みみ店が2011年7月28日にオープンした。前店の一覧、詳細情報は公式サイト、ショップレストランを営業時間及び ATM 設置金融機関の一覧は公式サイト、インフォメーションを参照。運行路線の詳細は公式サイト、 バスのご案内を参照。イオン、森岡南ショッピングセンターに関するカテゴリー。ありがとうございます。